な感じ。このシチュエーションの切り返しはまあ一応できたらこれにつなげたかったからですね。もうどうにも順と引きだではどうにもならない、こういうやつ、押し引き順でどうにもならない、あっち行けってやつ、こっちに戻りなさい、これを切り返すっていうのを覚えれると突破口が開けるじゃないですか、ちょっとだけ。そのためには絶対必要なのかな。ヒロさんだとこれを走ってセンターコールの中から、まあ、めちゃくちゃ弱すぎはなしですけど、センターのちょっと手前のここからこの辺の間だったら、まあ、出せるからどうしようかなみたいな。ヨラできなくならないようにしとくっていう感じです。あ、なるほど。通れるコースと加減と作りましょうの中で、これは多分もう絶対必須になっちゃうんです。でこっちに出したくなってきて、やっぱこうするしかなくなるじゃないですか。いつもここには出せないから踏みついちゃう。これが1カップ、これ、この量と、
勘違いしてた。これの 1.5 だから、すげえひねってるのね。そうそうそう。2.5 以上がひねってるのに。これぐらいひねってやったの。急にするぐらいまで。もちこれどれぐらいひねればいいの？ 1.5 タップぐらいじゃないですか、ね、1.5 タップぐらい。はい。1.5 ってここなの？ちょっとね、内側になってる。気持ち内側、もうちょい外っす。あ、でも僕の思うとこ、うん、1.5 よりもちょっと内側っていうこと。タップっていう言葉が嘘くさいだけで、 2.5 まであるよっていう前提の話してるよね。なんかキャロルでは 1,2,3,4,5 ってわけです。 5.5 でこれ実際つけないんですよ。 3点ちょっとまでしかつけないんですよ。ああ、それが限界として、それを5だとして、ああ、そう、3,2,1,0 みたいな。なんで1タップって言うんでしょうね。言い方するんだろう、わかんない。バッチがするよ。ただポケットって径が広いじゃないですか。このキャノムってちょっと細いんですよ。あ、でキャノムの弾はでかいじゃないですか。そうだからじゃないですか。だから普通にクッションシステムはほとんど全部キャノムで作ってる気がするんですよ。なるほど、うん、キャノムのシステム、ほら、あの5&ハーフとかプラス2とかも多分キャノムって言ってました。滑走だとかセブンシステムとかダイヤモンドシステムとか。
これが普段やってるやつ。なるほど。ちょっと考えてすげえ見越せてるからなんかもういいのかなと思っちゃった一瞬。できたー。